この番組はご覧の提供でお送りします。皆さんこんにちは、ニコ TV メイナです。みなみです。石川です。大川です。信長です。映像で故国の魅力伝えたい、あずしーチャンネル揃いました。ありがとうございます。ありがとうございます。たまにやると面白いですよね。はい、ここからは信長さん、石川さん、今日せっかくお越しいただきましたので、お二人のお話を伺いたいと思います。まずは信長さん、全国行脚されているということで、はい、はい、あ、もう聞くかい。はい、わかりました。はい、じゃあ、はい、天下富舞信長っていう名前でね、はい、歌の活動をやっておるんですけども、はい、まあ、天下統一をしたくて、はい、どうやって天下統一できるかなと考えた時に、天下統一プロジェクトっていう企画を考えて、はい、各都道府県を、自転車という馬で、自転車で各都道府県ごと1ヶ月ぐらい回って、1ヶ月ぐらい回って、そういうなんか肌で感じた、その旅で感じたことを、曲にして、その県のテーマソングを作る。それを全国。全国でやっていく。でも曲を作るだけではないんです。やっぱ形を残したいな、証を残したいな、天下統一した証をと思って、はい、GPS っていう機能を使って、はい、その自転車という馬に乗せてつけて走ると、走った後の軌跡が残るんです、 GPS。 それを利用して各都道府県をキャンバス代わりにして、信長の顔になるように走る。すごい。そう、つまりその、その目的の県、例えば滋賀県を攻めますったら、はいはい、滋賀県で信長の、馬のついた自転車で走って、はい、よーしとか言いながら、GPS で信長の顔になるように、その滋賀県を走って、で、歌を作るってことで、歌と形を残して、その県を統一していく。すごいですね。でもじゃあその GPS でもう描くその顔の形はもう頭の中でイメージ、一旦その本屋とかでね、はい、地方の地図とか出るんですよ。でそれを見て、はい、よし、ここを耳に描いてやる、この街をって。お前の街は眉毛だ。すごい。描きながら計算してしっかりとした計画、そう、計画立てていくっていう、はい、途中で通行止めとか、あ、そうですね、はい、そういう場合は変更してここにしよう。あ、道は限りなくいっぱいある。あ、そうですね、今はもうどれくらい今、はい、今そうですね、はい、埼玉、茨城、はいはい、群馬、秋田、広島、山梨。あ、結構点々とあれですか、順番っていうわけではないんですね。まあ、特にね、はい、気にせずやってます。そうなんです。はい、なんか、はい、人の縁を大体なんか、はい、山梨が最近やってたんですけども、はい、山梨もなんか縁があってライブをやらせてもらって、もう山梨いいなと思って、じゃあちょっと統一しますっていう感じで、縁を、はい、その人の縁でなんかきっかけで統一しようとすることが多いです。あ、はい、そうなんですね。はい、でもこれから暑くなりますんで自転車という名の馬、そうですね、はい、はい、体調に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます、はい、もしよかったら天下統一チャリで調べていただけたらいいですし、はい、天下統一プロジェクトで調べていただけたら嬉しいです。はい、はい、はい、ぜひ皆さん検索してみてください、はいはい、そして暑くなる夏といえば近江八幡市で大切な法要があるとお聞きしたんですが、はい、私実行委員に入ってるんですけれど、はい、7月の15日に秀次公、豊臣秀次公の命日なんです、はい、それで瑞麗寺というお寺、八幡山のお寺があるんですけれど、はい、そこで法要が開かれます、はい、で皆さんも参加していただけるということで今呼びかけを、はい、させていただきます。一般の方も参加できるということで、はい、はい、八幡の方ですよね。八幡山は何かご存知ですか？やっぱり八幡山は、はい、一番上に登って眺める景色がものすごい綺麗ですもんね。
あ、そうなんです、はい、何度言っても、はい、あーってなりますものすごいいい景色ですね。あ、そうなんですね、はい、ぜひ登ってみたい。登れますかね。大丈夫ですよ、ロープウェイで、はい、ロープウェイで普通の登山の方かと思いました。ロープウェイで登れるそうですはい、何が見えますか。あちらもやっぱり街並みですよね。そう、街並み、まあ、なんか目立つ建物目立つ建物あまりないですけどね琵琶湖が見えて。あ、そう、はい、その天気がいい日とかは本当にもっと奥の方が見えて、その綺麗です。奥の方も見える。見えるんです。向こう向こう高島の方が、はい、あ、そうなんだ。それはすごいですね。あの空気がね、あの寒い時期の方がやっぱりよく見えるんですか。じゃあやっぱり空気です、ね、あ、うん、そうですね、はい、はい、今日おった方のお話を伺いました、うん、まあ、ぜひ全国のどこかで信長さんを発見、お見かけしましたらお声かけしていただいてはい、信長さんの活動を応援していただきたいと思います。ぜひ天下統一プロジェクトで検索してみてください。そして7月15日に秀次号の法要が行われます。一般の方もご参加できますので、ぜひこちらの参加お願いします、はい、ご参加お願いします。はい、今回お二方のお話を伺いました。それでは次回のコーナーもお楽しみに。大事なものを過ぎる勘違い、本当に大事なものはそう多くない。理解したように笑うけど本当はね、笑った顔をインプットして楽しい。理由もない、ただ意味ならちゃんとあるの。本当だよ、伝えても意味はないかも。信じないよ、言葉が出ないのは君が正しい。0.00